ベンツ飯田選手、まあ、今キャッチコピーが載ってるんでしょうがメルセデスということで、まあ、公式でも真偽は不明っていうことですかねなんでベンツなんですかね、コメントでも書かれてますが気になります。今僕は一人なので猛烈に不安に襲われていますが頑張って喋ろうと思います。ぜひコメントで僕の応援もよろしくお願いします。おお、ナイスミドル。翔井選手がサウスポーで、まあ、割とムエタイスタイルという感じで蹴り主体に戦ってますね。対するベンツ飯田選手は、まあ、パンチで前に出て、戦っていくファイタースタイルっていう感じですかね。パンチだけでいきなり入るより今みたいにローとかミドル散らしながら入っていった方がベンツ選手もいいのかなと思います。竹村さんが、はい、放送席に戻ってきてくださいました。戻りました一人で喋るって大変ですね。なんかずっと喋ってんのもあれだしどうしたらいいのかなと思って、そうだよね、はい、一人喋りは大変だよね、はい、お、ベンツ飯田選手対翔井選手になりましたね。ベンツという由来は竹村さんもご存じないんですか。これ、はい、今朝聞きました。あ、聞いたんですね。今朝聞きました、計量時に。由来は、由来はですね、はい、もうね、案の定なんですけど、はい、ベンツに乗ってたそうです。あ、乗ってたんですね今はもう今はね乗ってないそうなんですよ、はい、すごいですね、はい、しかも S350 に乗ってたって言ってて、はい、疎くてわからないんですが、はい、S クラスは結構いい、はい、感じが、はい、ね、感じがいいですね。ベンツ選手は結構戦績があるんですよね。ベンツ選手8000してますね、はいはい、2勝4敗2分け 1KO ですね。まあ、負け越してはいるんですけどパンチのコンビネーションとか結構いいですけどね。対する翔井選手がこの試合が自衛隊に入隊、そうなんですよ、するっていう一応予定らしいですけどね。予定らしいですね。そう、結構翔井選手がこうムエタイスタイルでこう、そうですね、もらってももらっても無表情で出てくっていう、なかなか、じゃあ自衛隊向いてるのかもしれないですね。でちなみにどこの部隊が希望って聞いたら、はい、航空だと言ってましたね。おお、パンチの勢いがすごいけど、ベンツ飯田選手打ちまくる打ちまくる。これは当たれば、さあ倒せ倒せという近藤から声を聞いているベンツ飯田。さあ翔井選手、左の前頭部がちょっと赤くなってますね。やっぱりフックをもらって左も右も赤くなってます。最後のパンチの連打の印象は良かったですね。あ、そうですね、ベンツ飯田選手の、はい、そうですね。その前どうでした、自分が戻ってくる前。最初は、はい、でもまあそんな差がない感じですかね。まあ、翔井選手は蹴っていって、で、ベンツ飯田選手がパンチで攻めていって、まあ、組む展開になって、でも組んだ展開だとまあそんなに差はないかなっていう感じでしたかね。なので最後攻め込んだ印象が自分的には良かったですけど、まあ、10対9つくかはちょっとわからない、ね、なるほど、そこまで明確な差があったかどうかということですね。軽
小見さんからクラッカーをいただきました。あらま、ありがとうございます。ありがとうございます。おっと、左に。あのミドルはいいですよね。うん、コツコツもっと数、そうですね。すね、おお、今左っっ、ね、ノーモーション。ちょっとき、お一瞬来ましたね。止まりましたね。ああ、おお。いやー、そして無表情ですね。すごいですね。そうなんですよ。結構効いていいもらい方しちゃった感じですね。お飛び膝。あ、ちょっとまだ効いてるね。そうですね。ちょっとまだダメージが残っている。おっと、逆に効かせたか。ちょっと翔井選手はちょっと焦らずに行きたい。そうですね。打ち合いになっちゃうと。エンツ選手の持ち味も出るので、そうですね、はい、蹴り当てて左ストレート当ててっていう距離作りながらの展開の方がいいと思います。焦って攻めすぎないで。八巻くん、はい、さすがだね。いやいやいや、的確だね。いやマジそうよ、本当、口だけなんで、はい、自分はできないんですけど、はい、いや本当さ、こうさ外から見てるとね、分かるんだけどね、はい、やってるとね、はい、本当分からない。おっと、お肘を、おっと、ちょっと聞いたね、聞いたね、聞いたね、聞いてる感じですね。さあ、おー、ナイスボディ、ナイスボディ、おっと、これもいい試合だ。すごい、めっちゃ噛み合ってるね。おい、ね、左ミドル勝利、もう一発蹴る。ちょっと、お、また左ストレートあったぞ。このストレートはちょっと見えてないですね。ちょっと正面に立って、飯田選手が打っていってしまうので、サスポー相手だとやっぱまっすぐはもらえやすいかなと思います。今みたいに、そうですね、避けるね、避けるようになったね。避け方がいいですよね、うん、はい、あの左がだんだん勝利の左が見えてきた。ベンツ飯田、そうですね、あの避け方できるといいですね。そうですね、はい、さあ第2ラウンド残り1分を切った。もう一回翔一選手蹴りたい。そうですね、あの左肺がそのうち入りそうな、はい、うん、そうですね、ちょっとね、予感がありますね。ストレートをサイドに避けるのはいいんですけど、はいはい、そこにハイキック合わされたりとかもあるので、ね、そうですね、おっ、びっくりした。そこは気をつけたいかなと思いますね。フェイント、ストレートフェイントからハイキックとか結構当たるパターンなので。で、あのベンツ飯田選手の右のガードが低いのを見越してるんですね、翔一選手ね。それで左の背を蹴っていくところ、おお、ナイス、ナイスコンビネーション、ね、ベンツ飯田パンチからローに持ってった。そしてお互いトランクスが黒、黒に金っていう、ちょっと分かりづらいけど、それでもやっぱね、翔一選手の方はムエタイデザインで、そうですね、うん、やっぱパンツにもスタイルが出てますね。出ますね。色使いは一緒でもダウン1回あったので、まあポイントは翔一選手が取ってると思うんですけど、すね、最後倒し返せるか。でもこれ最後まで分かりませんね、試合。そうですね、あのベンツ飯田選手のあの左右のブン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 、あれ当たるとね、倒れますもんね。翔一選手も表情にあんま出ないんで分かりづらいですけど、はいはい、そんなに余裕はないと思いますね。そうですね、はい、さあ最終ラウンド、お互いどんな作戦で出ていくのか。今の身振り手振りで判断すると、翔一選手側はミドルで腹蹴ってて、はい、なるほど。で、飯田選手側、赤コーナー飯田選手側は右ボディ打ってからそれフェイントに上のパンチ狙えみたいな、身振り手振り的には。おっと、左ストレート当てた翔一、あのノーモーションの左うまいですね、翔一、はい、選手。そうですね、やっぱ左ミドル当たってるとあれがすごい嫌なんですよね。あ、はい、で、あれ嫌がってるとミドルも当たるっていう、はいはい、おっと、打ちにいった、ベンツミだ、おー、おー、おー、惜しい、今の膝惜しかったですね。しかし、あの左、翔一の左膝を避けたようにも見えたけど、ベンツミだの口から血が飛び散りましたね。そうですね、一瞬あのアッパーを指示してたかもしれないです。赤コーナー側はセコンドが元 K-1 ファイターの中澤選手ですね。中澤さん、ね、はい、そうですね、中澤さん引退されたので中澤さんですね。
現在チームエイムハイの、まあ、代表を務める、はい、おそうおアナッパーはさっきそうですねセコンドであれ打てて行ってましたね、から上のかぶせみたいな。なるほど。おお、ナイス。なんか動きが良くなってきましたね。あーでも左ずれてもらった。あーっと左ひざ。続けてもらってる。これは苦しいベンツイだ。ちょっとやっぱこのスタイル的にちょっと肘ありっぽくない戦い方というか、確かにベンツイダ選手が。そうですね。そうですね。パンチとかすごい上手いんですけど、このルールだとちょっと勝利選手のその。ムエタイのスタイルが、少し上回る。そうですね。はい。こう聞いた右のパンチかな、はい。ちょっと見えてなかったけど。またストレートですね。ストレート、はい。その後前蹴りをもらうベンツイーダ。そういやベンツイーダがちょっと守りに入るのは分かるけど攻めあぐれ。おお一人肘クリーンヒット。ああ肘。えぐい。えぐい。奥足のロー連打するところはちょっと落ち着いてますね。そうですね。内脇がうまいね。そうですね。聞いた時でもできてるのはすごい。普通あれだけ左肘当てたらそのまま肘打っちゃうね。そうですね。やっぱりどうしても顔聞くと顔ばっかり打ったり、お腹聞くとお腹ばっかり打ったりしがちなんですけど、割とキャリアのある選手でもそうなりがちなんですけど、結構打ち分けられてるのはいいと思いますね。ただベンツ選手もまだ。チャンスを伺ってはいるので、さあラスト30ここは出ないとダメですね。ダウン取られてるんで、そうですね、もう行かないと、はい、倒すつもりで行かないと勝てないベンツイーダ、ね、ああ膝がいい、おあと20秒、うん、行ってほしいですね。そうですね、まあセコンドも息を飛ばしてますけど倒さないと勝てないですからね。おーナイス、バレちゃいますよね。そうですね、どうしてもベンツイーダ選手ボディもいいんですが、両手を下げた状態になると ね、勝利選手としては、ね、首取られちゃうんで、ね、ただ試合としてはかなり面白い試合に、ねね、なりましたね。やっぱどの試合も結構激しくて、まあ、NKB らしいっていうのがこれが、はいはい、ありがとうございます。面白いですね、間近で見させてもらって。ジャッジ2回目、29対28、青森が勝利。29対28、うん、ということは、まあ、1ラウンドはベンツ、飯田選手、ね、取りましたね。3回27、青森が勝利。ジャッジ中、30対27、青森が勝利。以上、3回目を終わりまして、青森が勝利。さあ勝利選手、自衛隊入隊前に勝利で飾った、これで8戦4勝3敗1分け1 KO ですね。勝ち越しです、自衛官に、はい、なる